盛岡のもつ。ダービーグランプリの前に腹ごしらえで。ダービーグランプリ。うまい。うまっ。盛岡9です。ちょっとね、9番がめちゃめちゃ気になったんで、9の単勝シェアザプレジャー2,000円で、他気になった4と2に馬服1000円と500円で、4と9のワイドに2,000円。ここがまあ本命っちゃ本命ですね。ぼちぼちつくんじゃないか。結構割れてたんで、人気方面も今わかんないけどこれで、ね、あと3レースなんでね、なんとかダービーグランプリまでに、ちょっともうちょい増やして、最後キャッスルトップ応援してドカンだったですね。何買いました？なるほど、58馬さん、そう、8から、8から3で、ね、58挟み、はぁ、マジっすか。9から1件したあ、9も面白いです。兄貴どこ行ったんだろうな結構酔っ払ってましたからね。酔っ払ってました、ね、今日初神馬券ずっとパッドで買ってました、ね、ほぼ揃いました。第9レース先行争いは内から4番トルネードアレイです。7番のスプリントウェイラザビーシェアザプレジャーと固まります。山人アレッキが前に上がっていきました。さらに6番のコスモマービー、控えまし4番トルネードアレイ、さらに3番神のシルビー、1番イエローアスール、その2番のネイチャーフォーサムです。5馬身ぐらいの圏内に固まっています。8頭、9頭が固まっている工場目、先手を取ったのは7番のスプリントウェイです。リードは片半分8番ラザビー2番手、9番のシアザプレジャー3番手、内2番の山人アレッキです。外に6番コスモマービー 1000m 通過、1馬身差で3番の神のシルビー、外は4番トルネードアレイです。5番ネイチャーモーサム、内1番シエロアスールです。1ランのままゴールまで800の標識を通過します。先頭は7番スプリングウェイ、リードは1馬身となっています。8番ラザビー2番手第3コーナーへ、外目から9番シアザプレジャー3番手、あとは東に3番コスモマービー、ゴールまで600を通過、9もうそのままで、後ろに5番ネイチャーモーサム、内を進んで2番ヤマリンアレイ、3、4コーナーです。9でも手応えいいな、9手応えいいな、いいよいいよ、ターンだよターンだよ、ターン9ターンっすよ、10何分ありますよ、9のが9の9の9手応えいいっすよ、9来い9来い、頭で来い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 頭で頭で来い9来い9、うわー、でも、いや、盛り返せ盛り返せ、9、うわースプリングウェイ、完成、9番のシアザプレジャーとの争いです。うわー、そして6番コスモマービー3番手、5番ネイチャーモーサム、1番のシエロアスール、うわー、うわー、単勝取りたかったな97651、うわー、相手が、あー、はい、盛岡10レース、ちょっと10が気になったので10からなんですが、相手は穴で気になった9と11にワイドで1,000円ずつで、まあ、人気だった2頭は馬服で2,000円しました。で3連服は500円、280誕生日馬券これでちょっと10の単勝いこうと思ったけど4倍とかだったかな、今わかんないけど、ちょっとなんでやめました。取りたいな、ここ。何気にちょっと大きい勝負してるからね。スタートしました。若干ばらけましたが、10レースナンバーハイカウントダウン8です。内から2番ビグラスカイザー行きました。3番のラバーブ、外並んで6番竜の宮にアンツビチンと固まります。1馬身差中段に7番ムーンライトリバーで 1000m 通過、外にはヤマリンセノを手がつけています。さらにその外目から上がっていこうというのが12番のダズンフラワーです。3、4コーナー向こう上面ゴールまで800を通過、内を進んで4番のサレンティーナ、さらに1馬身差で5番のキンパ、
三馬身ほど切れまして、キラー、最後方からの競馬、コンチリナーです。第3コーナーに角は入っています。前2頭、600を通過。先頭2番、ミグラスカイザーリード、体半分、2番手、3番、ラワーブ。三馬身から4馬身が間が入って、山にゼロ手上がってくる。うちにムーンライトリバーで、3、4コーナーです。内打ちを進んでおります4番サレッティーナ400を通過あとは2馬身後ろダンスフラワーで内打ちを進んでおります4コーナーカーブから直線に向きました先頭2番のミグラスカイザーリード1馬身2番手3番ラバーブ3番手には4番サレッティーナ内をついて上がってこようというのがコンチテナー200の標識を通過前の争いは2番のビグラスカイザービグラスカイザーの先頭ですが内をついて8番のコンチテナー伸びてくるコンチテナーと4番のサレッティーナこの2頭の2番手争いとなっています先頭2番ビグラスカイザー、ゴール、2番手4番サレッティーナ、8番コンチテナーカーブ、そうか、4が2着か。5番と10番の山林セノーでキラーカーが並んでいます。そう10頭でした。4が間に挟まってたのか、うわビグラスカイザーです。もう目は全く見えない。サウスビグラスの3区、ビグラスカイザー、誕生は4金馬と続いております。さあ、いよいよ始まりますね、ダービーグランプリ。頑張れ。落ち着いてますね。渋谷さんがいらっしゃいますね。全然違う。雰囲気が違う。頑張ってください。はい、メインレース、ダービーグランプリ。気になったのが11番のギャルダルと6番ジョエル。なので、キャッスルトップとの馬服ボックス3000円ずつで残り1000円余ったんでキャッスルトップの1000円これで行きましょうそしてじゃあまずデコボンさん、はい、このレースはこのレースはもう本当キャッスルトップから単勝まず5000円うわ副賞1万円うわと馬3連単356と345で、馬タンボックスで35かなと31で5000ずつなるほどはい、打ち込みででかっはいでかいですねよしよし、勝負かけました兄貴はい、ありがとうございます何かありましたか親友の馬とか、はい、そんなことはどうでもいいんです、はい、ずっと我慢して、はい、一番よく見えたのはキャッスルトップでしたで、単勝を1万円、はい、おはい、で、副賞を、はい1万円それで船橋勢で決まると難関で決まるとやりましたそして3番11番を1万円そして前回3着ですがいい競馬をした3番6番を1万円これで勝負です馬服ですねはい一緒だな一緒ですね3611笑って帰りましょう3611そうしましょうあの勝負を決めるんだ両方進めて収まります今日はいけスタートしましたほぼ揃いました第34回ダービーグランプリ M1 オレ本賞です先行争い内からキャッスルトップがいきますリード1馬身を取りますその2番手にケラスズギアがつけまして外にはギャルダルがいきましたマツダスティール内を進んで6番のジョエル間には10番ギガキングがいきます3馬身後ろ中段前に4番セイカメテオポリス7番リーチさらに前に3番ベリスリーチ内は5番ダックコンドリー3、4馬身3、2番ペースセンブチアーの1番白坂堂の1コーナーに入っていきます後方勢8番のシェラキングそして13番のチョロです1コーナー前方から進んだりまでは20馬身近く手2コーナーカーブに入ります先頭は3番のキャッスルトップが取りました全200を切ってリードは1馬身向こう上面に出ます長振り堂2番手3番手キャラスギアが内外に11番ギャルダル松井ダスティール4番手です後ろ6番ドジョエル7番ギガキング4馬身ほど切れまして4番セイカメテオポリス 1000m 通過5馬身差7番リーチ2馬身差で5番のラッキードリームです9番ベリスビーチ3馬身ぐらいで1番の白神ロード2番当選ルチアーノこの2頭が並んでさらに後方はばらけた状態です8番のシェラキング最後53番チョロ第3コーナー手前にかかります前は固まっていますいいいいいい3番キャッスルトップが先頭リード1馬身11番のギャルダル2番手600を通過
ゲラスピア3番手、じわっと外目から前の方に上がっていく馬が1頭おりまして、外目からギガキング、ギガキングが上がっていく。前の3頭が並んで、今度はギガキングが先頭が打ち切るのだ。3番キャッスルのミヤーペルを通過、その後ろにつけまして、外目から6番ジョエルが上がってくる。ここから直線へと向いてまいります。3番の争いですが、横に広がってギャルダの先頭か、その外目からは6番ジョエル、ジョエルキャッスルトップ3番手、200の標識を通過。その外目からセンターメトロポリスです。先頭ギガキング、ギガキング外並んでジョエル、ジョエルギガキング、さあ2頭が争い。3番手セイターメトロポリス、前2頭並んでゴール。これは行ってるわ。なんだここに。さすがじか。16。残念ね。やはりちょっと壁でしたね。氷も今日最高の出来でしたけど、いいスタートでした、もうしょうがない。もう精いっぱいやりましたね。ということで、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう兄貴はもうここまで連れてきてくださり、もう本当にありがとうございます。そして猫もさん、わざわざ駆けつけてくださりありがとうございます。もういや、キャッスルトップ頑張った、頑張りました。いい出来でした、もう悔いなしです。遅れてで岩手まで来て、本当にお二人と、いやいや、楽しくできました。ありがとうございます。遊ばせていただき、ありがとうございました。渋谷また次勝とう。そうですね、渋谷さん頑張りましょう。コロナに行こう、一緒に。またお願いします。それでまたリベンジしよう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日最後のレース、凱旋門賞をやろうかなと。最後ね、5000円だけ出てきました。3ネタ2等軸マルチで、715から、24611、クロノジネシスとスノーボールから、相手ゴニョゴニョかなで、はい、生まれんがスノーボールからディープボンドとクロノジネシス2000円ずつ。これで、ちょっとこのよく分からん間に終わってました。音と映像全然合ってなかった。分からなかった。とりあえず外れたことだけ確認しました。ということで、今日一日終わり。復帰セッション初日終わり。もしかしたらもう一回明日盛岡競馬場行くかもしれないみたいな感じになってるんですけど、ちょっとまだ分かんなくて、まあまあ行ったらもう一回明日リベンジをかまそうかなと。結局今のでマイナスに入ったんじゃないかな、今日最後の凱旋門で。なので明日リベンジをかませればなと思います。なので今月はちょっとあの動画いっぱい上げれるように頑張ろうと思うので、またこれからもよろしくお願いします。まだきっちり開運橋でかいから頑張れ頑張れ頑張れ。